はいどうも、仙台のズボンの岡野です。この動画はですね、YouTube をいつもご覧になってくださっている皆さんへの、ありがとうございましたっていうね、感謝の動画になります。今年1年ね、振り返っていただくと、もう本当にあと少しで今年終わるなっていうところなんですけれども、本当にですね、この YouTube 見てくださっている方にはですね、感謝をしております。そんなことですね、僕もね、YouTube、知らない間にですね、なんと3万人ですね、超えてしまっているという状態になります。これもですね、いつも見てくださっている、応援してくださっているですね、皆さんへの、本当にね、おかげだなと思っております。カミカミになってますけどね、ノーカット、ノー編集でね、お届けしていきますので、なかなか多分ね、このノーカット、ノー編集ってめちゃめちゃレアだと思いますし、多分本当に年に数本しか出さないぐらいね、このノーカットノー編集はね、レアな動画になりますので、しっかり見てほしいなと思います。で、そうですね、今回ですね、やっぱりこの YouTube を見てくださっている人にはですね、何かしら感謝を伝えたいなと思って、もう何話すか決まってない中、動画をねポチッとボタンを押して回してるっていう感じになります。本当にね、日々ね、情報発信していく中でですね、コメントいただいて、先生こういう情報を教えてほしいですだったりとか、こんなの知らなかったです、そして時にはアンチみたいなコメントも来るようになりました。アンチもね、来るっていうことはですね、結構こうしっかり見てくれてるんだなだったりとかね、そういう目線もあるのかっていうふうにね、僕もこう新たに成長できる環境になったなと思ってますので、本当にね、もういろんな意見があって人それぞれだと思いますので、それはねすごくいいなと思ってですね、僕自身あんまり気にしないようにですね、日々精進してね、これからもっともっと YouTube を通じてこのね、しっかりと体治すんだっていうね、根本治療をですね、ちゃんとお届けしたいなと思ってます。やっぱりですね、世の中まだまだ、例えば腰が痛いって言ったら腰だけ揉むような、マッサージのような治療院があったりとかもしますよね。もちろんマッサージ屋さんが悪いっていうふうに僕は言ってるわけではないです。マッサージはマッサージで必要ですし、ただ治療院、体を治すって歌ってるのにマッサージみたいなことしかしてない治療院は、これは治療院じゃないと思ってます。なので僕はですね、この YouTube チャンネルを使って日々ね、正しい情報、皆さんが知らない常識を覆すっていうところですね、僕らの中では腰を揉まないっていうのがですね、結構普通にはなってるんですけれども、一般の患者さんからすると腰が痛い、だから腰を治療するのが当たり前だと思っている人がですね、まだまだね、いろんな世の中にはいますので、そういったね、常識を覆すっていうところをですね、日々発信しておりますので、このね、動画一本見てくださって、あなたがもしね、こういう考え方もあるんだとかね、先生の動画で見て元気出ましたっていう風にね、なっていただければめちゃめちゃ嬉しいなと思っております。はい、動画の内容は何話すか決まってないっていうところだったんですけれども、本当にもう何言いたいかというとね、この1年ありがとうございましたっていうところです。本当に1年早いですね、めちゃめちゃね。僕もですね、この1年はですね、もういろんなところにね飛び回ったりしてます。勉強会だったりとか、時にはね、僕3代目 JSOULBROTHERS が好きなので、そのねライブで飛び回ったりとか、もう何かしら飛び回ってます。なので、それがね、僕の中ではすごい楽しいですし、セミナーがね、すごい楽しいなって思ってるので学び続けてます。なので、まだまだね、皆さんにね、来年ももっと飛躍して、もっとですね、成長したですね、僕自身をお届けできればと思ってます。今考えてるのはですね、結構 YouTube ライブとかインスタもですね、もう約8万人ぐらいですね、フォロワーさんがいらっしゃるので、YouTube ライブだったり、インスタライブとかも、去年もね、今年ですね、今年もしないといけないなっていうふうに思ってたんですけれども、なんやかんやね、だら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 せずに終わっちゃったので、来年の目標はですね、YouTube ライブとかインスタライブ、僕にしかできないこともね、ちょっと発信していきたいなと思ってます。なので、楽しみにしておいてほしいなと思います。どんぐらいの頻度になるかわからないです。もしかしたらね、年に1回しかしないかもしれないですけれども、なるべくね、僕にしかできないことをですね、どんどん情報発信していきたいなと思ってますので、また来年もですね、ぜひよろしくお願いします。本当にですね、この動画を見てくださっている皆さんにはですね、めちゃめちゃ感謝してますので、また来年もですね、しっかりチャンネル登録解除せずに見てほしいなと思います。ポチッとね、登録してない人はこれを機に登録しておいてください。はい、そうですね、また
来年もよろしくお願いします。それではですね、良いお年をお迎えください。それではさよなら、バイバーイ。